マヤ歴は、先コロンブス期のメソアメリカ、および、グアテマラの高地やメキシコの一部などの中央、アメリカ各地の文明地域で使用されていた歴法である。マヤ歴の本質は、これらの地域で遅くとも、紀元前5世紀から一般的に使用されていたシステムに基づいていると考えられている。それは古くは、サポテカ文明やオルメカ文明などのメソアメリカ初期から、以降は、 ミシテカやアステカ歴など多くの面で共有されていた。植民地時代にユカテここで書かれた文献や古天気及びご古天気の碑文から復元されたマヤ神話の伝承によれば神、イザムナアが彼らの祖先に歴法や文字などのマヤ文化の知識をもたらしたと神としてしばしば登場する。マヤ歴には周期や日数が異なるいくつかの種類の歴法がある。 例えば一周期が260日のものは、研究者の間では、ソルキンと呼ばれている歴法である。ソルキンは、江戸と同様に、20日周期と13日周期という、独立した二つの周期が組み合わさって260を数える。これと、ハーブとして知られている一周期が365日の、太陽暦に近い歴法の組み合わせによって、カレンダーラウンドと呼ばれる一周期が52年の、 歴法を形成している。このカレンダーラウンドは、グアテマラの高原の多くの集落などでは、現代に至るまで使用されている。ハーブには、順年はなく、季節と月日は年々ずれていく。より長期間にわたる出来事を表したり、日分で日付を示すためには、別の種類の歴法が使われる。これを、長期歴と言い,い、マヤ歴の中では最も一般的な種類の歴法である。 またこの歴法は、神話上の最初の日からの日数をも意味している。マヤ文明の研究者の大多数に支持されている、長期歴と西歴の対象法によれば、この長期歴の出発点は先発グレゴリオ歴における、紀元前3114年の8月11日、すなわち、ユリウス歴における、紀元前3113年の9月6日に相当するとされる。 GMT 対象法は、考古学者のジョン・エリック・シドニー・トンプソンが、それより以前に1905年にジョセフ・グッドマンが、1926年にフアン・マルティネス・エルナンデスが、そして1927年にトンプソン自身が導き出した対象法に基づいて1935年に選定された。長期歴は、その典型性により過去や未来のあらゆる日時に対して適用することも、 可能になった。この歴法では、各位置が日数の倍数を意味する、位取り奇数法の一種を使用している。マヤ数字のシステムは、基本的には20進法で成り立っており、各単位は、その一つ下の単位の20倍を表す。重要な例外は、2つ目の単位が20、20イコール400日で、なく、太陽歴の1年に近い18、20イコール360日に、 なっていることである。しかしながら、長期歴の周期は、太陽年とは、無関係であることに注意する必要がある。長期歴に関する碑文の多くには、月章や、現在の6つに分かれた1日の番号、及び9つの夜の旧王と呼ばれるルールについての、情報を提供する補助シリーズが記されている。また同時に、あまり知られていない歴法についても追跡がなされており、 いくつかの碑文には819日周期のものが示されているものもある。神や動物など異なるグループごとに9日周期で繰り返される歴法なども知られている。ソルキンはマヤニストによって命名された一周期が260日の歴法である。ソルキンという単語自体は床手古語で日付を意味する語に基づいた造語である。いくつかある呼び名のうち、 当時のマイア族がどの名称を使用していたのかについては、依然として学者による議論の対象となっている。しかし、慣用的には、床手コ語による読みが用いられている。ソルキンは宗教的な儀式、行事や占いなどの時間を決定するために使用される歴法であり、13日の数字と20日間の名前を組み合わせて260のユニークな日を形成している。 それぞれの日は1から13まで続き、1周期で再び1に戻る。これとは別に20日間の名前のリストから順番に、名前が付けられ、1320で260日で1、周期の暦が形成される。いくつかの歴法においては1アイミックスを、第1日都市、2区、三秋 BR と続いて 13BN までカウントされる。日付の数字は日目になると、 再び一番目に戻り、一ナイン、二面、と続いて二日目には七エイジュとなる。翌日の二十一日目には、日付の名前が最初に戻って八アイミックスになる。このようにして、すべての組み合わせが揃う260日で一周期となる。ハーブ歴は、一ヶ月が二日の十八の月と、ワイエブと呼ばれる年末に付け足される五日間の日で、構成されている。 ワイエブの5日間は当時では不吉な日だと考えられていた。ホスターは2002年ワイエブの期間中人間界と地底の間のポータルは解散した。境界線は悪霊が災害を引き起こすことを妨げなかった。と記した。悪霊を避けるため前あレきを使用する地域などではワイエブの期間中に独自の習慣と儀式を行っていた。その一例としては 人々は家を離れることや、髪を洗ったり、口をかけたりすることを避けていたことなどが挙げられる。1982年にブリッカーは、ハーブは、紀元前550年頃から、当時の出発点として使用されるようになったと推定している。現在、ハーブ歴における月の名前は、16世紀に、ディエゴデランダやチュマイエルのチュラム・バラムの予言書などによって、 書き写された資料における植民地時代のユカテコ語の対応する名前で知られている。先コロンブス記のマヤ文字で書かれた碑文に基づくハーブのグリフネームの音韻分析の結果によれば、これらの20日間分のグリフネームは地域や期間によってかなり変化していることを示している。これはスペイン語のソースによる記録に先立つ古典記や語古,古典記の基本言語とその使われ方の そう要反映している。ハーブ歴の日付は、その月における日付とそれに続く月の名前によって、識別された。日付はその月の例とみなされる指定された月の座席を意味するグリフから開始される。ただし一部では、この日は指定された月の前月の20日として扱われる場合もある。校舎の場合、ップの座席は、日付は後はイエブとなる。多くの場合、 年の最初の日は0ポップだった。これに続いて1ポップ、2ポップ、19ポップ0を、1をというように続けられた。ハーブ歴における1年は正確な365日であり、実際の対応年における残り約4分の1日については無視した。これは季節が毎年約4分の1日ずつ、歴年に対してずれていたことを意味し、 特定の季節にちなんで命名された月名は、数世紀後にはこの季節に対応しなくなった。カレンダーラウンドは、ソルキンとハーブを複合した歴法となっている。カレンダーラウンドにおける1周期の日数は、ソルキンにおける周期の日数である260と、ハーブにおける周期の日数である365の、最小公倍数に当たる18,980日間で、ある。 この18,980日は、ソルキンにおける73年、ハーブにおける52年に相当する。ソルキンとハーブのすべての組み合わせが起こり得るわけではなく、ソルキンにおける意味種、君、主演、キブの日の場合、対応するハーブの日は4日、9日、14日、19日にしかならない。同様に行く、エブ、カバンの場合は、ハーブの日は日、日、 15日、アクバル、ラマト、ベン、エツナブの場合は1日、6日、11日、16日、カン、ムルク、イシュ、カワクの場合は2日、7日、12日、17日、チクチャン、オク、メン、アハウの場合は3日、8日、13日、18日に、それぞれ限定される。年の支えとは、ハーブ歴の最初の日のツルキンによる名前を言う。 ハーブの最初の日がレイポップとすると、各レイポップは、例えば、一イイクレイポップのように、ソルキンの日付と共に出現する。ソルキンの日なは20日あり、ハーブの1年は365日なので、ハーブの最初の日のツオルキン名は以下のように5日ずつ増えていく。ソルキンの20の日なのうち4つだけがレイポップと共に出現する。この4つが、年の支えと呼ばれる。 年の支えという名前は、マヤ人の概念を直訳したものである。年の支えは二つの点で重要である。まず、四つの年の支えによって始まる四年はそれぞれ別の性格を持ち、それぞれが吉祥年ごかみを持っている。さらに、年の支えは、境界標識や山と地理的に同定されているため、地域社会の定義に役立つ。上記の年の支えの古天気の体系は、 ティカルの碑文及びドレスデイエ文書に記述されている。古典期後記のカンペチェでは異なる年の支えが用いられた。この体系では1ポップに対応するソルキンの日付を年の支え年、アクバルラマとベン・エツナブが使用される。5古典気のユカタンでは第3の体系が使われた。この体系では2ポップの日付を用いカンムルクイッシュ、カワクが用いられた。さらに スペイン人による征服の直前にマヤンでは、ハーブの日数を1から20まで数えるようになった。この体系では年の支えは1ポップになる。古天気と同じ体系は、今もグーアテマラ高地とメキシコのベラクルス州、オアハカ州、チアパス州で用いられる。キリグアシ筆。 神話上の創造の日である13.0、0. 0.0、04はハウハチクムクを記すカレンダーラウンドは18,980日、すなわち約52年ごとに循環し、人の一生に約一度繰り返す。歴史を正確に記す必要がある場合には、より洗練された方式で日付を記す必要がある。十二年より長い期間にわたる日付を特定するために、メソアメリカでは、 長期歴が使用された。マヤではヒオキン、二十金を、ミナル、十八ミナルを、トゥン、二十トゥンを、カトゥン、二十カトゥンをバクトゥンと呼んだ。長期歴では、マヤの創造の日である四アハウ八ハクムくからの日付を、数えるが、十神法の代わりに二十神法に修正を加えた、ものを使用する。0.0、0.1、5は二十五に等しく。 0.0、0.2、0は42等しくなる。ウィナルが20でなく18で、リセットされるため、金ではなくトゥンを基本単位とし、金とウィナルをトゥンを構成する日数とみなした、場合にのみ一貫して20進法を使うことになる。長期歴の0.0、1.0、0は純粋な20進法の400ではなく、360日を意味する。めったに使われないが、 バクトゥンよりも大きな四つの周期がある。長期歴は多義的でないため、モーニュメントに記すのに特に適している。石碑の碑文には、長期歴の5つの数字のみでなく、ソルキンとハーブの文字も記される。長期歴に関する誤解が2012年人類滅亡説の元になった。しかし、実際には2012年12月21日は、長期歴が次のバクトゥンに進む日付に過ぎなかった。 次のピクトゥンに進むのは長期歴の1.0、0.0、0.0のこととなる。メソアメリカ研究組織であるファムシーの事務局長、サンドラ・ノーブルは古代マヤにとって周期を終わらせるために盛大な祭りを行ったことを指摘している。2012年12月を破滅の日であると買う中の変異の事件とすることは完全なでッチ上げであり、多くの人々にとって 金儲けの機械と彼女はみなしている。古典気後期に、マヤでは、長期歴の代わりに、それを省略した短期歴を使用するようになった。ティカルの祭壇14にその例が見られる。ご古典期のユカタン小王国では、長期歴ではなく短期歴が扱われた。短期歴は13カトゥンの周期を持ち、その最後の日である、アハウの日によって名付けられた。 アステカの1のワニに対応する1位ミシュの日が、周期の最初の日とされ、カトゥン11アハウからカトゥン13アハウまで、数字は1197531120、864213のように変化していく。13アハウの年の翌日は再び1位ミシュになる。この体系は、植民地時代の書き物であるチラム・バラムの書で、使われている。メソアメリカに、特徴的なやり方により、 シラム・バラムの書では時間の周期を空間に投影して、ユカタンの地を13の王国からなるに分けている。マヤ碑文では、長期歴やカレンダーラウンドを記したイニシャルシリーズの他にも暦に関する情報が載せられており、これを補助シリーズと称する。マヤ研究者は補助シリーズの構成要素をアルファベットによって分類している。稀に、 補助シリーズに819日の周期が挿入されることがある。現在まで13例しか知られていない。メアリミラーとカール・タウベによると819イコール7913であり、7と9と13はマヤ人にとって聖なる数と考えられていたのだという。メソアメリカで金星は太陽と月に次いで重要な天体だった。ドレスデンエ文書には 2 3 6 9 0 2 5十、8という4つの数字が載せられている。これを合計すると584になり、金星の会合周期を表していると考えられる。4つ数字があるのは金星が見えたり見えなくなったりすることを反映しているらしいが、この数字は現実と異なっている。この584日周期を5倍すると、ハーブの8年に一致し、104年で、 金星歴、ハーブソルキンのすべての周期が揃う。もちろんこの584日というのは近日に過ぎないので、104年後に現実の金星の位置が全く同じになるわけではない。ありがとうございます。